こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回はですね、白いサングラスと黄色いサングラスについてご紹介したいと思います。まあ、サングラスってまあ夏のイメージあると思うんですが、冬でもね、非常に有効なんですよね。特に北日本、北海道の場合、雪降ってですね、こう快晴になると非常に眩しいんですよね。そういう時はサングラスとか、まあ、調光レンズとかね、そういうのが非常に非常に夏以上に眩しいです。そういうことあります。まあ、ちょっとこう今回ちょっと変わったこういう黄色いサングラスですね。まあ、全てこう UV カットして、これ既製のサングラスなんですが、こういう黄色もちょっとね、フロント正面がちょっと薄い黄色と、あとちょっとテンプルの方が少しこう濃いめの黄色、こういうサングラスですね。こういうタイプでございます。それともう一つがちょっと白なんですよね。こういうすごいちょっと奇抜なこういう色ですけど、まあ、こういうタイプもちょっとありますので、ぜひこう店頭でこう実際かけていただくと、またね、感じまた分かると思いますので、まあ、どうかよろしくお願い申し上げます。